オンチャレなかなか勝てない男子必見。オンチャレで大差で勝てちゃう方法とは。どうも、大学4年目の北沢です。突然ですが、オンラインチャレンジで勝てなくてお困りではないでしょうか。しかし、たったこれだけをすることによって、僕もなんとオンチャレで勝てるようになりました。連敗からおさらば、こんな未来が待ってるかもしれません。はい、どうも、北すらチャンネルです。北すらチャンネルです。はい、2回言っていくっていうことで、はい。今回、やっていこうと思ってるね、企画というか、まあ、オンラインチャレンジ皆様勝てないんじゃないでしょうか、ということで、オンチャレで、まあね、勝てちゃう方法をね、まあ今回少しだけ真面目にね、僕がね、伝授していこうと思います、ということで。はい、じゃあ、まずスカッと紹介ですね。はい、じゃあ、どのようなスカッとで、まあ、オンラインチャレンジが、まあ、勝てるのかっていうことを、まあ、ちょっと説明させていただきますと、まあ、まず、442、または、433って言ったり、まあ、この2つのポジションを、まあ、うまく使うことによって、まあ、まずは勝てる道が開けます。まずその1ですね、これが。で、攻撃のスタイルなんですけど、まあ、攻撃タイプがカウンター、まあ、これが大事、うん、これが必見なのよ。攻撃タイプカウンターじゃないと、オンラインチャレンジを制することはできないと、俺は思っております、ということで、はい。で、まずじゃあ、次に選手の配置ですね。その2に選手の配置。じゃあ、選手の位置どのようにすればいいのかって言いますと、まあ、このフォワードの選手ですね。まあ、ここの位置を、まあ、もう足の速い選手、または強い選手。ですから、ロナウドとか、まあ、あとはムバッペとか、まあ、そこら辺がすごいおすすめかなと俺は思ってるね。あとはピエロ・オバミアンっていうね、まあね、まあ、ミサイリングがいるんですけどね、このミサイルをね、まあ、配置することによってね、まあね、発射準備完了ということで、ね、はい、テポドンを打ち放っていくっていう感じでね、まあね、でいきます。で、この相方なんですけど、まあ、これはね、何でもいいと思ってる。で、俺はまあ、ここに黒い玉ねぎ置いてるんだけど、うん、なんか変なこと言ったかな。ちょっと大丈夫。3トップのウィングの話でも結構同じことが言えるんですけど、ここのサイドの位置を、まあ、どのような選手にすればいいかっていうと、てか、なんで俺はここをサラを左に置いてるのが謎なんだよね。普通こっちの方がいいです。まあ、とりあえず、この位置は速い選手だね。速い選手を置くことがすごいいいと思ってまして、まあ、サイドに速い選手を置いて、で、そこでスルーパスを放り込んで、で、クロスなり、まあ、マイナスに落として、中に切り返して、シュートっていう感じでできますので、まあ、速い選手を置けば相手のサイドバックも追いつけないっていうことが結構そういうシーンがね、まあね、あるので、まあ、結構効果的な攻撃ができるということで、まあ、たったこれだけです、本当に。本当にたったこれだけでオンチャレが勝てます。まあ、実際にね、この口だけで言ってるんじゃ全然伝わらないと思う。だから、まあ、実際に俺が、まあ、バチコリとね、試合で芝いてる様子をお送りするので、まあ、それを見てね、まあ、皆様判断してくださいということで。じゃあ、試合に移りましょう。はい、マッチングしたということでね、選手をね、まあ、入れ替えていこうと思ってるんだけど、お、ファンダイク!おい、やる気あんじゃん、お前。ファンダイクもう水色の上向き表示ですよ、もうこれ。あとピエールも水色の上向き表示なんですけど、まあロナウドもね、結構おペンペンなんでね、おペンペンなロナウドの方が絶対いいので、 CR7 だからね。まあこの7ロナって呼びましょう。以降7ロナと呼びます、彼を。以降7ロナと僕は彼を呼びますので、以後お見知りおきよということで、はい。じゃあね、もうね、早速、まあ勝ち方はね、俺がね、バチコリと教えていっちゃうから、まあね、みんな見ててくれよな、っていう、見せつけていく、はい、キッキングオフしていく、ってことで。まずね、ここから、はい、まあね、もうここでね、黒玉がね、黒い玉ねぎが取っていくんですよ、ボールを。もうね、ここがまずね、素晴らしい。ってことで、アーノルドからスターリング、まあね、から、おっと、どうするどうする、カンテね、いけ、チョコボール。チョコボールがフィネスをしていく、フィネボール。はい、はい、中に、あ、ここファー、オフサイドなんだよね、ということで。まあね、今作ね、オフサイドのなんかね、判定がなんかね、ちょっと俺よくわからん。もう俺ルールわからんし、そもそも。そもそもオフサイドのルールがわからないし、気づいたらオフサイドになって一人でブチ切れてる時が多い。うん。知り合いとクレマとかもしてる時も、は、なんで今のオフサイドな、みたいな。で、クールに毎回言われるのは、戻りだよ、みたいな。何イケボで言うとんねん、みたいな。もうイケボが腹立つんじゃん、俺は、みたいな感じで、まあね、言ってるんですけど。まあ、ここからね、まあね、どんどんね、バチコリと点を決めたいけど、なかなか決まらない。おかしいな、おかしいなって感じなんだけど、まあ全然ね、そこは気にせずね、やっていきましょうっていうことで、あ、バースできないんだね、だけど。しかもここ粘られていく、その粘りはなんだ、その粘りはお前、メンヘラ女子よりも素晴らしい粘りですね。まだ帰りたくない。
ね、なんでそうやってすぐに帰るの、ね、私のこと嫌いになったのみたいな感じでね、危ないで、危ないで行く。今の決まってたら俺もうガンナイっすよ、もうガンナイ。もうどれだけ萎えるかっていうと、もうどれだけ萎えるかっていうと、もうあのジグザグマがまっすぐに走っちゃう。ここからロナウドでスルーパス、マネマネいけるんじゃない。さて、わあ、なんでずれるんねんマジで。そのさ、ずれは違うてな、境目がな生じちゃってるような、それはマジで。まさにこれは人間同士の屈折ですね。はい、まさに人間同士の屈折。はい、小学校の時にね、嫌というほどね、屈折って言葉、いやー惜しい、マジでここ惜しい、まさに屈折ってことで。はい、で、あの前回の動画なんですけど、前回の動画でかなりね、あのセンスのあるコメを見つけました。まあ、センスっていうか、なんか、あ、この子分かってるなと思うコメントがあったんだけど、なぜ伸びないっていうコメントがありましたね。はい、なぜ伸びない、いや間違いないよ。あ、なんだから、なんで毎回思う、なんでこんなカリスマ YouTuber がね、天才的なね、キタスラチャンネルね、なぜ伸びない。うん、俺も思ってる。てか一番ね、一番主が思っておるんで、はい、もうね、そこをね、ほんとね、あのね、って決めていくんですねってね、はい、まず1点目、バキューンって感じでね、はい、ロナウドがね、まずサイドにね、のゴールネットを揺らしましたってことでね、次狙うべくは2点目、2点目が大事なんですよ皆様。1対0で満足してるようじゃ、まだ6流よ、6流、うん、6流、うん、表リングって感じでね、まあね、表より裏の方が好きです僕は、はい、っていうどうでもいい情報を伝えていったところで、まずサイドに展開していきます。なんでこんな地にそこに俺はまだいるのかっていうのが本当に不思議に思っちゃってるっていうことでね、気を取り直してプレー再開ということでここね、フィネスでね、うまく揺さぶりながらね、出してますね。で、ここでもう、そう、ここでね、こういうプレーも大事で、はい、決めていくっていうことでね、とにかくスペースがあったらスルーパス、うん、で反転してシュート、もうこれで入っちゃうんでね、早速2対0にしていくっていうことでね、後半ハーフタイムになりましたね。まあ結構バッチリな攻撃をしてるんじゃないでしょうかってことで、ただね、 2-0 ってね、危ないスコアってよく聞くじゃないですか。うん、そうなんだよ、 2-0 は危ないスコア。俺はね、 2-0 こそがね、まあね、かなり有利な展開。うん、俺だけ違うから、俺だけ 2-0 はもうね、あれだから、追い風、追い風って感じだから、全然気にしてない。うん、もう油断とかじゃないから、もう俺はね、もうね、伸び伸びとね、プレーをね、伸びる、伸びる、ストップって感じでね、まあね、ストレッチマンもね、目ん玉ひんむき返すようなね、まあね、俺がね、見してあげますよ。で、ここで、はい、ちょっとずれちゃったんで、あれだよね、引き返るすらもね、まあね、車にひかれるぐらいね、まあね、やる気を出せとな、俺実況にやる気出せ何が引き返るが車に引かれるじゃん、意味がわかんねえんじゃってな、自分でツッコミ入れるということで、はい、でここでね、サイドに、あー、ここで繋がったらね、チャンスだったね、ここで繋がってもチャンスだったっていうことでね、カンティングからね、いいねいいねいいね、パス回しが素晴らしいから、あら、黒い玉ねぎが打っていくってことでね、もうね、最高。もうね、サイ&コールって感じでね、まあね。どれだけこんなね、最高な気持ちを味わっただろうかって感じだよね。こんな最高な気持ちはね、もうね、シャワー浴びてて、シャンプーの残りの量を、もうね、絶妙にね、ちょうど使い果たしたぐらいね、最高だね、これ。もう、気分はハイだね。タイって感じでね。まあね、どんどんね、テンションを上げてね、やっていかないとね、俺もやってられないということで。このウィール界隈を俺は笑顔にしたい。うん。その一心でね、俺はね、努力してね、YouTube をね、これからも続けてまいりますので、以後お見知りおきをよろしくお願いいたしますってことでね、もうね、挨拶も完璧に済ましたところで、はい。で、これ、ムバッペ、どうするの？うわね、そんなシュートじゃ入りませんってことでね。そんなシュートで入っちゃったら、もうね、ウィーレ2020じゃないっすよ、これは。ウィーレ2008。うん。で、ここで落として、で、こうサイドに振って、でもね、ワンツー指示、これ見てください。これが強いです。ほらね、ナナロナが中に出して、まあね、なんです。黒玉ねぎが強い。ってことでね、おっと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 、おっとっと。相手の通称待ってますってことでね、これはね、まあ、いわゆるね、まあね、切断っていうね、ものをね、今されました。のオンチャレ講座、間違いはなかったってことでね、誰でも勝てますね。大学4年目の北沢がね、立証しましたってことで。
はい。てか、俺のリスナーであればみんな勝てる。うん。俺のリスナーはみんな強いから。うん。ひたすら、アットマークひたすらチャレンジあったでしょ？オンラインで。もう上位みんなひたすらだったから。つまり、俺のリスナーは強い。うん。ただそれだけってことで。てか、長くない？いや、そろそろこれあれよ。ポケモンだったらタイマーボールでもうレックザ捕まえられちゃうからね。長さ的に。もう俺もう体感レベル50分経ってるから。うん。ってことでね、バチコリね、勝ったっていうことで、今回、立証したかったことはオンラインチャレンジで自分の持論を立てることでした。